なかなか理解してもらえない私の苦労。東京都世田谷区桃田さんのなかなか理解してもらえない私の苦労。会社で、忘れてた、汐留商事の発注今朝締め切りだったな。それ代わりに僕やっときましたよ。20代の後輩が私のミスをフォローしてくれたので、俺にさ、今日の夜おいしいうなぎでもごちそうするよと食事に誘うと、お誘いはありがたいんですけど、バブル世代の先輩と違って仕事とプライベートは分けたい世代なんで。そっか、ごちそうしなくていいんで、うなぎは自宅に送ってくださいと言われたこと。住所LINEしときます。愛知県名古屋市ゆうゆうさんのなかなか理解してもらえない私の苦労。会社で、あれ、そういえばあの見積もり書まだできてないのか。あ、部長すいません。指示されなくてもさ、自分で考えて動いてくれよ。立場上部下に説教をすることが多い私は、部長ってさマジうざいよな、あの人指示される側の気持ち分かんねえんだよと陰口を叩かれているが、ちょっともう食べ終わったなら食器下げといてよ、指示されなくても動け。本当は彼らの気持ちが痛いほど分かっていること。ということで、なかなか理解してもらえない私の苦労。